ゲートパークの記念セレモニーにビデオメッセージを寄せた岸田総理は、およそ50日後に迫った広島サミットへの意気込みを話しました。サミット開催にあたり、さまざまなイベントが行われると、ぜひサミットを一緒に盛り上げていきましょう。ゲートパークにはサミットをきっかけに広島の魅力を知ってもらおうと、県内の特産品を集めた店舗が設置されました。広島の酒や牡蠣などが並び、各国の首脳になった気分でサミットの雰囲気を味わう写真コーナーもあります。外国の方とお話しするところは関心があります。ぜひね、考えてほしい、平和について。またサミットに関するパネル展示や折り鶴を折るブースもあります。あさっても平和への願いを込めて高校生が書道パフォーマンスをするなど、オープンでにぎわうゲートパークでは、さまざまなサミットの PR が企画されています。